分なり酒ははーはは花曲がり酒。おはようございます。今日は私の生まれ育った、岩手県宮古市の町並みや観光地を、一部ご紹介したいと思います。宮古市を知らない方には、あ、宮古市ってこういうところなんだなっていうのを知ってもらいたいなと思って、宮古出身だけどちょっと遠くに住んでるっていう方には、今宮古市こうなんだなってこう懐かしんでもらえたらなと思います。では早速行ってくっぞー。はい、まずは三陸鉄道を、撮影しに行きます。はい、今日の三陸鉄道です。3月20日に全線開通予定になってます。市役所側から見るとすごく近くで見ることができます。ラッキーなことに三陸鉄道が多分来ますね、ここにはい、来ました。わー、今から宮古駅に行きます。はい、宮古駅前です。今正面に宮古駅が見えてきます。こちらですね、ここが宮古駅です。宮古駅の前にはたくさんお店があります。駅周辺は穏やかでほのぼのとしたあったかい感じの雰囲気です。銀行やコンビニ、クリニックやいろんなお店があります。宮古市は鮭、サンマ、ワカメなど豊かな海産物が魅力です。ここが西町です。ここに歌声喫茶があったような気がするんですけど、はい、田の神です。はい、ここなんですけれども、二幹線って呼ばれてる、道ですね、道路ですね。お店屋さんあります。結構ここ中華料理の喜福さんだったりとか、お餅屋さんも通り過ぎたんですけれどもありましたね。はい、ここは、築地です。はい、高野浜です。浄土ヶ浜大橋を渡ります。県立水産科学館です。全国初の水産専門科学館です。はい、見えてきました。はい、ここが浄土ヶ浜です。晴れてるとすごくものすごく綺麗なんですよね。浄土ヶ浜にある青の洞窟はサッパ船で行くことができる絶景スポットです。エメラルドグリーンの神秘的な世界が広がっています。こちらが崎山貝塚縄文の森ミュージアムです。崎山貝塚から出土した土器、道具、プロジェクションマッピングを用いた映像展示もあります。念願の松葉屋餅店さんに来ました。わー、大葉
焼きを買いに来ました。食べます。すごく美味しいんですよ。わー、すごい美味しそうです。いただきます。うん、甘さもちょうどいいです。すごい美味しいです。三の岩に来ました。はい、三の岩に来ました。皆さんすごい綺麗ですよ。見てください。海の色が、今日はエメラルドグリーンに見えてすごく綺麗です。はい、真ん中に見えるのが男岩で、左側が女岩で、右側が太鼓岩です。いつ来ても素晴らしいです。ここが、道の駅ですね。シートピアマードです。宮古市には道の駅が他にもあるんですけれども、宮古市川内の、道の駅やまびこ館と、宮古市門真にある、道の駅久坂井公園です。地形、石浜方面は迂回路を通るようになってますね。はい、音部にも来てみました。以前は通行止めになっていたんですけれども、で通れなかったんですよね、台風19号の時。はい、あ、やっぱり通行止めになってますね。はい、ここが乙部の漁港です。わー、すごい綺麗ですね。うわですね。ここにもありました。私はこれが大好きですね。すごい心が現れますね。なんかリフレッシュできました。はい、小山田トンネルを通ってまた宮古市内の方に向かってます。はい、
古賀末広町商店街です。たくさんお店があります。お肉屋さん、魚屋さん、お米屋さん、花屋さん、靴屋さん、あとカメラ屋さん、用品店もその他にもたくさんあります。前方に見えるのがリバーパーク新里です。平川沿いに広がる総合のレクリエーションパークでテニス、ゲートボール、バウンドテニスなどができます。平川オートキャンプ場もあって、宿泊交流施設ゆったり館っていう、お風呂とかお食事もできる施設もあります。